スマスステージのキラーコンテンツ参りたいと思います。皆さん、あのお方々がレースの話を一切しないステージをお届けします。さあ、大きなご声援をお迎えください。さあ、レクサスチームにママ登場、脇坂純一監督、レクサスチームエクスポーツ担当、坂東正孝監督、レクサスチーム英雄魂、伊藤大輔監督。純一さん、それサイドスタンド、サイドスタンド、ゴールポジションおめでとうございます。おめでとうございます。誰あれ、誰喋ってるの、まあ、赤ちゃんの誰、あれは誰ですか、佐々木選手かな。そうですね、佐々木大輝選手ですね。昨日4脱した。やめなさい、4脱した、聞こえてるからやめなさい、心理的にプッシュしていくのやめなさい。はい、さあ、というわけでですね、椅子を一応用意してますけど、どうしますか。入りませんね、はい、入りません。さあ、というわけでね、富士500マイル来ましたよ、純一さん。はい、決勝日チームミーティングっていうか、レクサスミーティングやってたんですね、我々。そうです、そうです、はいはいはい、レクサスミーティングやってました、ね、そこからトレーラーから降りた瞬間にもう、はい、パーン車に乗せられまして、はい、あれ、拉致ですよ、拉致です、はい。おかげでサングラス忘れた、はい、帽子忘れた、はい。朝ごはん食べたんですか。朝ごはん食べました。朝ごはん食べ忘れましたよね。食べ忘れました。なんで食べ忘れたかというと、今日中島和樹が遅刻していきました。あら、え、関口じゃなくて、関口はちゃんと、はい、集合場所が別だったんですけども、はい、ちゃんと来てて、はい、関口雄飛をまたすことになってしまいました。あら、珍しい、ね、はいはい。今日フェリックスがちょっと、うん、起きて、ね、なんで今のに追いつかれたんだ。ね、ちょっとフェリックスもうそういう流れになったの。起きてくるの遅かったんですけど、あれは多分ね、昨日の夜、僕がね、ミーティングでちょっとちょっと調子乗ってる人の話長いですよ、ね、引っ張ってしまったから、フェリックスの遅刻も全て僕の責任でございます。やっぱり調子乗ってました、調子乗ってました。それまでに中島和樹の遅刻は俺の責任で今言いたかったんでしょ。そう、遠回しで、なるほどね、遠回し、すいません、拍手お願いします。今日は朝からどう喋る。今日伊藤大輔いつもよりたくさん喋ってます。はい、すいません、はい、ありがとうございます。テキサス最上位なんでね、本当ですね、ぜひね、頑張ってもらいたいです。すいません、ちょっと最近関口雄飛のケアばっかりしてたんで、ちょっと油断してました。廃屋満タンって書いてありましたね、オーストースポーツ。廃屋満タンですね、はい、確かにね、はい、まあ共通点がまたもう関口選手の話になってしまいましたけれども、はい、まあ500マイル、はい、いよいよやってきました、はい、坂東監督どうですか。うちはね、なんとエグゼクティブアドバイザーが、はい、プリウスに乗ってます。そうですよね。不在あれって思って不在ですか。はい、じゃあエグゼクティブ、ただエグゼクティブアドバイザーは、はい、ね、ここね、4戦見てて、はい、ちょっとね、どうかなと思ってたんですよ。何が。いや、どの辺がエグゼクティブアドバイザーなのに、はい、そのレース中一番興奮してるんですよ。おお、うん、本人聞いたら落ち込むこと言うなよ。結構伝わったら落ち込みよるぞ。いや、もうだって頑張れしか言わないですよ。いけるぞ、いいぞしか言わないですけど、はい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 、タイの時、はいはい、サーキットサファリ、はい、バス走ってます、はいはい、山下乗ってます、乗ってます、だけどタイのそのサーキットサファリもあれ一応タイム出るんですよね。出るよ出るよ。したらまさかのバスが5台走ってる中、うん、山下トップだぞ、いけーみたいな。いやいや、もうメカニックと、もう僕ら全員、何言ってんの、バスが走ってんのに。普通バスが全員入り終わったら、いや、あなた方レベルではわからないぐらい熱い人なんだよ。バスが見えないのかと思って。見えてないんだよ。マジですか。バスは見えないよ、あの人はもう FR、 山下もあの人は FR の車しか見えないの。確かにそうかもしれない。そう、山下もはいも了解もなくボタンをパチッと押して無言でしたね。さすがの山下も。さすがのね。だからね、ちょっとね、エグゼクティブアドバイザーね、ちょっとどうだったのかなと思って、まあ、今回次第で、今回、え、そう、今回次第で、今回いないやん。今日のプリウス楽しみですね。楽しみですね、30号車、うん、どんなになるのか。え、なんでですか、なんで楽しみですか。その辺はちょっと伊藤選手の伊藤監督、どこが楽しみですか。いや、乗るかもしれないでしょ。いや、乗りますよ、エグゼクティブアドバイザー。そうです。ただ IS と同じなんですよ、ミッドシップで、はい、V8、はい、で IS のオートポリスの時にこれは聞け、聞いた。人の話を余裕だ。 IS のミッドシップでオートポリスの時に、はい、もうこれ勝てばチャンピオン争いに行けるって時に、うん、まさかのスピンしたことがあって、昔坂東で乗ってた時、そう、はい、その道中の
ミルクロードですよ。あ、ミルクロードですね。レンタカーで走ってる時に、はいはい、まさかの中島みゆきの時代、はい、もう本当にで俺と片岡、うん、マジかと思ってもうシカトしてたんですよ。先輩だったんですけど、したらもう織田さんがここで降りたいって言ってミルクロード一回降ろしたことがあるんで、その二の舞にならないように、はい、今回の富士僕プリウスをお祈りしてます回る回るよとならないように本当なんかレクサス人の前で何か起きないようにと思ってなるほどね、はいはい、せめてちゃんと走ってくれと。そうですね、エグゼクティブマネージャー、そうですマネージャーのアドバイザー、はいはい、これ愛ですからね、はい、愛ですよ本当に。織戸さんがたとえスピンしたところでね、ちゃんと注目を浴びて美味しくなるようにというバントからの愛でございますレール引いたね今ね、もうバッチリ赤い絨毯引きましたよ。ありがとうございます。期待に応えるタイプでございます、はい、いやいやいや、あかん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 、あかんあかん。ただ今日もね、こんないっぱいファンの人いるじゃないですか。はいはい。いや僕ね、うん、ここ1週間ぐらい、はい、僕のツイッターのダイレクトメールとかに、最近ボクシング界の山根会長が結構問題起きてるじゃないですか。そしたら、あなたのお父さんの会長は大丈夫ですかめっちゃ来て、本当に黒い影がみたいな、そんな突き詰めたらアウトに決まってそんなことない、一生懸命頑張ってはるわ。息子見てたらわかるわだから今日6号車がね、上位行ったらもう奈良判定ですよねそれでも北中石3回もチャンピオン取って、そう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 、あれもね、奈良判定そういうことか、奈良判定、私も奈良ですけど、あ、もうまさに奈良判定ですねだからここにいるんですね。ええー、そうですそうですね。あ、全独占販売のボグローブと一緒だそうですね、怖いですよね、怖いですよね。我々ちゃんとレクサスと癒着してますからね。そうですね、あー怖いわ、楽しく癒着してます。あー怖いわ怖いわいつもニコニコ楽しく癒着でございます。いやだからああいうね、僕のお父さんの見た目は怖いですけど、はい、そしたらなんか、いや私は信じてます、私は信じてますとか言う、本当ね、ツイッター見てみてください。坂東会長は星野さんの誕生日の時に花束を渡してました、優しい人だと信じてますと書いてあって、それこそ銘柄指定じゃないですか。いやわかんないですけど、あの花束、いや本当にだからそういう、あの一切あの僕にそれを言われても僕何も答えられないから。そうでしょう、はい、そうでしょう。お父さんに聞いてみてください。それやっぱり黒いから言えないんですかね。言えないと思いますね、バンドも真っ黒ですね。まあ6代目としてね、真っ黒でここに来てますからね、300から500に上がる、来年からプライベートに降格やると。調子乗ってるな本当に、なんか監督の立場なのね、どう思いますね。まあ朝からね、拉致られた時からね、もう汗構成もういるスタッフ後ろのスタッフがね、もうすごい気遣いながらね、まあ、おもてなししてますからね。もうスタッフだって車降りた瞬間逃げてはりましたよでも逃げないけど、とりあえず脇坂みんな気づいてなさなあかんから、もうみんなで旗振ってそこで後ろでレクサスの旗を出迎えてくれるアンバサダー様が来るぞお迎えだーって、あいつら本気でバカにしとんの迎えてるちゃいますよ、バカにしてるんですよ無線でね、アンバサダーお月ですアンバサダー様お月です二人に梅雨払い、二人梅雨払い仕方従えてます梅雨払い梅雨払い、ね、笑えよもうちょっと今笑ってくれ、なんかものすごく悪い人になるよね、本当真実になっちゃうから笑ってくださいね。前の後ろに隠れてる、やめてくださいやめてください。やっぱり黒い人よね。そう、やっぱり、ね、黒い人です。奈良判定とか、奈良判定、奈良判定だから、とはいえちょっと待って、500マイルの話はもうしなくていいの。なんでマイルなの。まあちょっと伝統のレースの復活ですよね。急にマイルの話されてもわからへんね。1マイルって何キロですか。わからへん1.5、4、3、500っていう数字を合わせたら800キロぐらいでしょ。はい、ね、800キロって言えばいいのね。だから鈴鹿の1000キロとね、あの富士の800キロってちょっと違うよね。こっちの800キロの方がしんどいね、車にはね。ああ、まあ、ブレーキはね、ね、だからまあその辺どうなるのかと。ねえ、その辺ちょっと見どころですよね。まあ横浜タイヤはグリップせえへんからブレーキちょっとおいおいおい、昨日予選の時空気感もね出さなかった6号車どうなんですかあれはね、するわ、油断さしといて、油断さしといて100戦みたいな感じでなんかね、イベントみたいなのやってましたけど、誰も見てなかったね。いや、見てた、まだ腹立つね、走ってない38号車の方が目立つ。ああそうですね、38号車。いやそれもな、はい、あいつら予選走ってなかったくせにな、スターティンググリッドすぐ後ろにやがんねんそうですよ、昨日ぐっちゃぐちゃだったんですよ。でさっき見に行ったら車ピッカピカになってね、もう全部新車、う
前回り全部新車、あれはメカニックに拍手ですよ本当に。本当ですよね、はい、いやでもちゃんと出たって言ってた30秒シャワー、じいさんシャワーを入れました喜んでた。いや本当にすごいと思う。で最近ねさあの立川がねそのミーティングの時にね、はい、あのみんな大丈夫ですかっていう気遣いの言葉をかけ、あのトヨタの人からかけてもらったんですね、はいはい、そしたら大丈夫ですあの浜島さんの足より太くないですからって足ね、はい、ちょっと腫れてるんですけど、はい、渾身のギャグだったんですよね。渾身のね、はい、渾身のね、はいはい、まさかのねドライバーの間受けてました。あなるほどなるほど、ちょっと笑っていいのか笑っちゃいけないのか分かんないですよね、うん、そう浜島さんに言わないでした、ね、そうでしょうね、はい、そうでしょうね。浜島さん自分で足見てましたもんねこっち下そんなそう確かにそうやなでもねサンダルでちょっと痛そうでしたよ。あら本当に立川さん本当に左足ですね。よしこれで立川の魔法の左足ブレーキが封印されるとよし38には勝てる。分からんね、やらしいこと言わない。逆にあのブレーキ残念でした。ブレーキがソフトに残念でした。なるほどね、はい、残念でした。あのほら残念でした残念でした。お客様残念でした残念やめなさい。お客様指差さない。若さん頑張りますよ。いやもうほんとやめなさい。バドは残念でした。やめなさい。横浜さんどこにあるの？横浜どこにあるの？あのね、隣のモデューロさんのまだ向こうです。あれ横浜さんとこも多分トークショーやってるんじゃないですか。あれ最近横浜呼ばれへんやろ、あなた。いや、呼ばれたんですけど、昨日飛行機の時で、うん、そうお客さん30人ぐらいしかいなくて。そうまさかの、うん、飛行機の言い訳にしとる。飛行機をね、そうですよね、確かにね。バドの帽子、ここの見てみたらもらえんね。いや、そこに金の人らいだから黄色いあの、蜂みたいな帽子かぶって虫寄ってきますよ、虫。バドの番少ないから、黄色着て目立たせてるだけなんでしょ。それあれでしょ、あのステージ前に坂東から配られたやつでしょ。それ桜って言うんですよ。違いますでもスバルのファンの人が多いですよね。61、61。ほんまや、何してはんやろ。和光さんの色とちょっと違うんですけど、大丈夫ですか。ここスバルのブース違うんで、違うとこ行っていただいて。何言ってんの。聞いてくれてはんねん、もう。まあ青つながりでね。そうですよ、まあ、どっちか、この3体どっちか入ったら僕のこと応援してますよね。してないっしょ、嘘。青色ですもん。いや、どっちかってウエッツに近いでしょ。61ひっくり返したら19みたいに見えるじゃないですか。確かに見てみろ、今日一番の話素晴らしい。ならんって言うの。違ういや、ならんってもあんたの手柄よ。いや、辛いな。辛いですか。今日レースあかん気がしてきた。あかん、やめてください。ちょっと、でも涼しくなってきて、うん、どうなんですか、涼しい方。涼しいの？うん、涼しくなってきましたよ、なんか曇ってきたし。いや、見てる方は涼しい方がいいけどね。まあまあ、そうですね、うん、お客さんにとってはね。でも、36に対してどうやったんですか？あの、タイでね、うん、あの、優勝逃してね。でも、まあ、タイで優勝逃してもええかと思うと思うんです。同じようなね、感覚持ってますから。タイで優勝逃しても、うん、富士来てね、うん、優勝できたら、まあ、それでね、あの、タイのリタイヤをね、取り返す。あの燃料リストレクターとかね、ウェイトハンデ積んでくるんで、上は伸びなくなってくるんですね、だんだんポイント。そこに大量得点をボンと取ってろ、チャンピオン争いに来るんで、いいなと思ってたでしょ。いいなと思ってたけど、昨日の予選どうでした？あいつらが。あいつらウェイト積んでますよね。そうです。ワンリザリストレクターもちっちゃいんですよ。なんなの？どうなってんの？え？調子に乗ってますよ。脇坂監督以上に調子に乗ってますよね。確かにそうかもしれない。完全に予定が崩れましたね。だっていけると思いましたよね。もう完全に、ね、関口雄飛もね、あの帰ってきて何言い出すかと思ったら、うん、いや全然ミスもしてないし結構うまくいったんで僕通るだと思いましたとか言って。おお。で、答えやったわけですよ。あのタイム聞いてきたんですね、乗りながら。そのアタックラップを終えて、うん、あの何番ですかって言ったら3番って言われた瞬間にガクってなって、でそっから「え、何秒差ありますか？」って言ったら「ほんま3か4」って言われた瞬間にもう喋りなくなっちゃいました。あら、まあ、そこで「ありえないよ」って言ってくれればね。それはロニーね。え、それはロニー。ああ、だから関口がそこでロニーな。ロニー。そしたらまたバーンっつってね。確かに、そこまだちょっとね、あのやっぱり伊藤関口ね、まだね、伊藤監督の教育者もそうですね、はい、その辺も勉強します。
言うようになったらびっくりするよ。びっくりする。言いますよ。意外と学習するよ。それを乗せるような無線を力与えないといけない。そう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 。ちゃんとね、うまいことそれもレール引いてあげてください。はい、そうでも36来ますね。来る。うん、僕そんな気がしてきた。あら。大輔よ、喋るもん。ほんまや。このステージで初めてしゃべった。ここ3年でこんだけ喋る。初めて。何年じゃなくて。驚いて俺何も喋られんの。喋ってるわ。喋ってるわ。もうでもスタートドライバーとか発表になったんですか。なってますよ。なってないんですか。なりました。みんなこの辺にあのジュイスさん待ってたから。あ、そうなの、うん。ゴスティントですよね。ゴスティントですよ。ということは誰かが3回乗るの。そう。はい。で誰かが2回。そう。そもそもジェームスよなんて呼ばなかったんですか。僕よくわかんないですけど、6号車もジェームス乗ってたじゃないですか。ジェームスはトムスのドライバーでしょ。あ、そうなんですか。なんて呼ばなかったですか。ね、うん、ね、いやでも大丈夫でしょう。2人とも体力あるし。あ、うん、結構意外とマジレスでした、ね、そうですね。いやいやなんかあれかな。いやなんかどんな答えが欲しかったの、うん、ジェームススポンサーですからって言ってくれればよかった。素晴らしい素晴らしい。今日バンドも来るな。来るな。スバルの皆さん応援よろしくお願いします。589で。すごいわ。ワンツーでね。今日6は6ちょっとジュイさん今日あれですね。いまいちパフォーマンス見せれてないです。なんでか知ってます？何ですか？昨日と今日でギャラ合わしてるんです。昨日ね。最低だよね。本当。ゲスト出演しなかったよ。アンバサダー最低じゃないですか。知らんやん。だってさ、もう昨日ね。なんかテレ朝の仕事の時はブログ見ましたね。なんかこうだ。あれないこうだとね。ね、石浦のトークショーでしょ。はい、そうです。で、あいつらぶつかったから来へんかったんでしょ。はい、石浦別に来れるやん。うん、なんでそれ俺が変わったの。アンバサダー様しかないな、こういう。違う、アンバサダー様しかなかったんじゃないね、後ろ多分。あんなもん11行かしといたらそれで何年もう11何もしてないからあれ呼んでこい。そうなんですよ。そうやろ、うん、あのすいません、あの11監督来ていただけることになりましたけど大丈夫ですよねって言われて私。逆にね、もう決まった手で言われた。だから昨日な、はい、2人いてなかったやろ。だから2人で喋ってんの、久しぶりやろ、2人で喋んの。何喋ってんか分からへんかった。だから今日頼もしいな。頼もしいですね、本当にね、うん、やっぱりね。いや、大輔なんか横に出てくれるだけで頼もしいのに今日喋ってくれてるやろ。今日めっちゃ喋ってますよね。喋ってる、うん、皆さん、あれ雨具の用意されましたですか。珍しいことは起こってますけれども、雨降りますよね。いやいやいや、大丈夫ですよ。なるほど。いや、それもあるかもしれないですからね。まあそうですよね。まあそうだってね、ちょっと富士山の向こう側ですけども、はい、雨具のスポットありましたから。はい、はい、松坂さん、ね、この後別のトークショーがあるので時間がありません。調子乗ってるよね、本当ね、絶対。そうなんですよ。なんとですね、ジュイさん、この後にあのブリヂストンさんの、ブリヂストンどこにあるんですか。真ん前です、あのグランドスタンドのあの TRT の旗の向こう。うん、あそこに行かなければいいこんなしょうもない2人と違って土屋圭一であります。まあでも土屋さんやったら何も言えない。そうですね、それ微妙な拍手ですよね、うん、正解のような。あれ、レジスファンの人たち土屋圭一聞かへんのかな。いやどうでしょうね、我々業界土屋圭一言うたら何でも通るような気がしてる。うん、いやまあまあちょっとあの返事はしにくかったですよね、今はもうレクサス。いやだからドリフト作ったおじさんですよ。ドリフト作ったおじさん、キングですからね。キングですよ、キングですよ。でもここに来てるのはやっぱレクサスを応援してきてるわけ、はい、そうなんですよ、ありがたい話で。はい、もうすごい巻きが入ってますのでね、写真撮影に行きたいと思います。はい、というわけでですね、監督3人ですね、あのマイクを椅子の上に置いていただきまして、写真撮影タイムとさせていただきたいと思います。え、皆さんどうぞね、あのおかけの方を立ち上げ。はい、というわけで今日本当にたくさんのお客様をお集まりいただきました。アンバサダー、ぜひ一言お願いします。今日ありがとうございます。富士でですね、500マイルですね、我々スーパー GT ちょっと未知なる領域に入りますけれども、まあこれね、富士スピードウェイとね、黒いバンド代表がですね、まあお客様を喜ぶために計画したんですね。はい、その未知な領域に行くっていうのはどう何が起こるかわからないっていうところでね、普段とは違うようなですね、そういうバトルが見れるんじゃないか。ドライバーもですね、タイヤを温存するの、ブレーキを温存するの、車大丈夫なのっていう不安を抱えながら走るんですね。で、その時っていうのはですね、ちょっとこのドライバーによって感覚がずれることによって、そのスピード差がずれ始める。それがね、楽しいバトルを生むと思いますし、我々もですね、ドライバーのメンタルをどうコントロールしながら、車のポテンシャルを測りながら、500マイル先のゴールに対して車をどう安全に導くかということを考えてレースします。ツーリストレクターが入ってですね、非常に厳しい戦いになりますけれども、タイトルを見据えてですね、我々今年いろんなことありましたけれども、一つ乗り越えて
ようやく前線タイでですねスタートラインに立ったつもりでいます。今シリーズランキングはですねこの辺にいる弱小チームと違って4位まで上がっていただきましてですね、去年一昨年に引き続き今年もタイトルを取れるようにですね頑張って、ね、もう怖い人なんですよ、取れるようにですね頑張りたいと思いますので皆さんの応援をですねよろしくお願いしたいなと思います。大島フェリックス大島フェリックス大島フェリックス最後11で締めたいと思います。そうやった？そうやった？まあ、僕まで行くためには500マイルじゃなくて600マイルぐらい必要です、はい、そうかもしれないですね、頑張りますので応援よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。マンド君お願いします。はい、僕らは予選6番手からスタートなんですけど今回は山下、国本、山下、国本、山下で山下が3回乗るということで、はい、本当にね500マイルって走ったことないんでタイヤもどうかなとかブレーキもどうかなって獣医さんが言った通りいろんな不安があるんですけど、はい、まあ、お客さんもですね本当に熱中症にならないように気をつけていただいて最後ね僕らと一緒に感動をね味わえるようなレースをしたいと思いますので皆さん応援のほどよろしくお願いします。はい、それではちょっとお先にじゃあはい、大丈夫大丈夫あ、大丈夫らしいです。そんなに呼ばれてないすいません、大変失礼いたしました。申し訳ございません。はい、奈良判定でした。さあ、それではですね、伊藤監督お願いします。はい、名前忘れるな。いや、私も監督でいいかけど。はい、今日はありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。英語みたいな。早くないよ。はい、もう少しゆっくり話したいなと思いますけど36号車ね、この前のタイで、ちょっと残念な結果だったんですけども、今回の富士に向けて、今回ね、4回ピットストップあるんで、タイヤ交換とかね、そのピット作業入れるタイミングとかも非常に重要になってくるんでその辺、うちのチームとしてはだいぶ強化をしてきたつもりでいるんで、もちろんドライバーの走りもそうですけどもピットワーク等々もね、皆さんに、お見せできるような楽しんでね、見てもらえるような環境で、頑張っていきたいと思います。ちょっと長いレースですけども応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではこの後ですね獣医師監督 BS 行かれますのでぜひね、こちらの方もご観覧ください。それでは3名の、監督に大きな拍手